平井東社長にお聞きしたいんですけれども、スポンサーが、メインスポンサーさんが今年かなり、減ってしまいました、その、減ったこととそのワントヤマのプロジェクトの関係ですけれども、減ったので、ワントヤマのプロジェクトで、賄うという認識でよろしいんでしょうか。まあ、あの数字はね、嘘つかないんで、減っちゃった分をどこで増やすかっていうことでいけば賄うことになります。嫌だから降りたなんていうのはないんですよ。あの自節柄とかね、自分のところの都合でとかいろんな理由があって、だから私は降りた方っていう見学された方も含めてですね、何 の, あのネガティブな気持ち持ってないんですよね。あのいつか戻ってきていただければ結構ですので、ただその分をね、あの埋めるっていうことでワントヤマっていうふうに数字上はなっちゃうんですけど、私は一つはあの富山のエントリー企業の人たちいっぱいあって、まだ営業しきれてないところに対して電話営業みたいなんでね、入ってくださいよ、お願いしますよ、大変なんですよ、こっち金ないんですよとか、そういう営業ね、口が裂けてもさせたくないの、若いやつらに。でちゃんとした目的を持ってね、あの自分たちの強みとか、あのスポンサーさんがお金を出すに値する自分たちのやってる内容をきちんと言うと、あのワントヤマってあれ出してみな、あの トップチームを上に上げてみんなに感動してもらうっていうのと、それから地域の人たちが喜ぶような活動をやってる、ここにあのお金入れてくださいと、御社の製品の価格もしませんし、社員が喜ぶかどうかもわからないけど、少なくともこの活動って今 SDGs でしょ。で、あなた方やってない、ここまでのことやってないんだったら私どもにその財を少し分けてくれませんかって言うんだったら社員言えますからね。だから2つ目はこれは、その1つは目的的なものをちゃんと明確にした営業をさせてあげたいっていうのと、あと額のこなれてる金額なので、あの社員にね、全員が回れと。だから13人しかいない社員でね、僕営業です、僕総務です、僕ホームタウンですなんてやったら潰れますよ会社。全員で営業やれと言える金額がこのぐらいかな。なので、社員の教育にもしたかったんで、多分背中が開いてなかったら別のところでやってたと思います。それがワントヤマです。あのスライドの方にサマユニのことに関して書いてあったと思うのですが、確か400枚って書かれてましたよね。去年が確か100枚限定だったと思うんですけれども、その400枚っていうのは、あの400枚限定なのか、400枚が目標なのかっていうのを教えてください。目標です。あの150枚が去年 で400枚と600、800枚足して1200枚、物販 の, あの予算の伸びがもう 200% 近いので、最低このぐらいは数字を作ろうと。でサマユニも去年は去年で、まあ、目新しさもあったんですけど、そういう次元とはちょっと違う、きちんとしたそのサマーユニであるゆえんっていうか、あの富山の夏が、まあ、オーセンティックが立山連峰だとに登るライジングさんだったら、富山の夏をイメージするに全国に誇れる富山の夏は何だろうっていうとこから入って、きちんとあのブリーフィングやった上で作るユニフォームとしてオリジンのやつを作るので、まああのもうすでにファースト持ってる人たちもいるんですけど、せめて半分ぐらいは売ろうよね、大勢のね、そういう、まあ、目標です。プロント機能の風間県っていうのが多分シーズン当初の何だっけ、シーズン当初シーズン説明会の時に書いてあったと思うんですが、それの狙いといつ頃から始めるかっていうのを教えていただければと思います。あの草島にフロント機能の一部を移転するって話ですね。はい、今のチームが合宿に行って草島に行っても誰もいないんで、あのチームが帰ってきてシーズン始まってからなので、まあ私の頭の中ではもう3月入って、実質的に移動できる日を決めようと。で決めるあの
とこの機能なんですけど、経営企画を持っていっちゃおうかなと思ってます。経営企画の中には、まあ、ここにいる斉藤がその長をやってるんですけども、広報も入ってますし、またあの私が、企画的なこと経営さっき、まあ、こういう予算取りだとかそういうのも全部考え方含めてですね、ワントヤマもそうですけど、ちょっとワンマンっぽくやって、最初は止まった石を動かさなきゃいけないんでやってるんですけど、そのまま仕事そのものが経営企画のコアのところにありますので、私もあの一方では強化本部の本部長を兼務してますんでですね、企画と私が草島であの前線の仕事をやって、現場とあの面と向かえるような、そんなことで、考えてます。全部っていうのはちょっと今のところは考えてないです。昨年のシーズン途中からですね、アンバサダーとしての活動を始めさせていただきましたけれども、今年も継続という形なのかどうかと、あとは、まあ、名刺配らせていただいて、まあ、電話番号等々とかいろいろ渡したんですけど、連絡先書いてないから来れなかったとかっていうことも何回もあったので、そういったところの改善点とか、もし継続あれば教えていただきたいなと思います。あのチャレンジ汚染と紐付きで、あのアンバサダーっていうのがあって、で、今年もやりますけども、今あのやり方、さっき言ったあの名刺もそうなんですけども、ちゃんとした振り返りされまだできてないんですね。例えばあの、お客様があの入場者数に占める皆さん方がこう入院してきた人たちの比率がどうだったかとか、それからエントリーの方々がリピートしてくれた率がどうだったのか、これが普通の営業活動よりも格段に高い数字を示しているのがアンバサダーっていう、そういう期待値があったんですけど、まだちょっとすいません、そこまでの振り返りができてないので、振り返りができると改善も出てきて、あの今おっしゃったような話も含めてですね、こういう形でやりますよというのをこうアナウンスしようと思ってるんですけども、これはあの、それだけをやるっていうよりも、先ほどの予算達成のためのスタジアム周りの工業の中の重点方針の中の一方策なんですけど、その方策が全部揃ってないんでですね、それだけを先にやるっていうのはちょっと私の流儀に合わないので、ちょっと遅くなるかもしれないですけども、お待ちいただければと思います。ファンクラブのことなんですけど、まあ、2021年度ですか、あの最後開放誌が来ずにファンブックが、フォトブックか送られてきたと思うんですけど、まあ、そのあたり、まあ、特に詳しい説もなくそういう対処されてたので、まあ、個人的には別にそれはそれでよかったんですけど、まあ、不満に思ってらっしゃる方もいたようなので、まあ、その辺ちゃんとあの運営の方しっかりできてるのかなっていうのはちょっと不安なところがあるのと、私のところ家族であのファンクラブ入ってるんですけど、一人に一冊解放誌が送られてきてる状況で、ちょっとあのもったいないなっていうところもあります。まあ一人一冊欲しいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、その辺例えばあの希望制にして一家族一冊でいいよっていうところはそれでもいいのかなと思いますので、まあ、その辺少しでも経費下げるんであればいいんじゃないかなと思いましたので、ちょっとご意見させていただきました。以上です。ありがとうございます。それはですね、ボタンをちゃんと止めて、こうやって私があのお詫びをしなきゃいけないことで、あの、特典として約束したことをちゃんとやれない会社っていうのは、今に始まったことじゃないんだろうなっていう典型的な例です。解放誌ができなかった、解放誌の代わりにフォトブックでお茶飲みをした、そういうふうに思われている方がいっぱいいるにもかかわらず、詫び文の1個も出なかったっていうのがですね、まあ私最終的な責任は私なので本当に申し訳ないと思っていますけど、あえてですね厳しいことを言うようで言うのなら、あの皆さんにコミットしたことができないんだったら謝る、
できないことをコミットするなってこういうことを今会社の中では言ってます。それからいろんなものを計画的に直前にバタバタとやるんじゃなくて、ルーティンとしてちゃんと誰がやってもいいような標準化した作業内容に変えて、それで興行にしてもファンクラブにしてもチケットにしてもやるして、皆様方にご迷惑がかからない仕事が最低限のクオリティとしてこの会社はやっていくっていうことを過去の歴史を振り返ってみて、一番私が今痛切にやっていかなきゃなと心に誓っていることですので、それに免じてお許しいただきたいのと、ファンクラブのそういったコンテンツについてはですね、先ほど数字がね4000人がドーンと下がってきたで、それに対して何かカウンターを打ってきただろうけども、数字嘘つかないんで、それが皆さんに響かなかった結果がなっているってですね、抜本的に考えなきゃいけないかなというふうに思っているのも、先ほど申し上げた重点方針の中の方策文化の中の一つに入って少し遅れている内容ですので、これも少しお待ちいただければと思います。本当にあの件について申し訳ないと思っています、去年県総毎試合行きましたが、ほとんどコミットしてなかったのはスタグルです、社長は戦う場であると同時にお祭りの空間でもあると、そのお祭りのところあんまり楽しめなかったなと、まあ、遅く行くのもいけないんですけどまあそれはともかく、なんでスタグル行かなあんまりかじりつかなくなったのかなというと、やはり並ぶのが嫌なんです。お金払うとか、ね、これはカターレの問題じゃないとは思うんですが、やっぱり並ばされてなんか試合ギリギリになってっていうのはちょっと使えないなと。で、なんか工夫してくださいよってアンケートに何回も書いたんですけど、まあ、なかなか難しいのは承知です、スタグルをもうちょっと楽しめるようにしていただきたい。特に鹿児島でアウェイに行った時にすごい賑わいでしたよ。あんな賑わい、昔カタールもああなってました。あれをぜひ取り戻してほしいなと。そうすればサッカーの結果は伴わなくても来てくれる人いるんじゃないかなと。ダメですけどね、結果伴わないとね。というわけでスタグル対策なんか考えておられてお願いします。いや、それ先生から言われるだけじゃなくて、みんなに近親者からよく言われるんです。あとで今見てると全然並んでないとこと並んでるところと分かれてるのと、あと時間帯によってもちょっと違うので、一応にシステム入れてキャッシュレスでっていう風にもできないんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけども、問題意識としてはですね、これは先ほど言ったスタジアムの お祭りの興ざめ編みたいな考えなきゃいけないんですけど、今興行については、これも重点方針の中にお祭り空間の創出っていうのがあって、それでどういうことをやるんだって、スタジアムグルメを増やすとかね、そういうのはダメよと、待機列をどうやって減らすんだとか、それからレイアウトで人気店、売り上げの多い順番でレイアウトをもう一回再編をね、毎試合ちゃんとしていくんだとか、それから人数だったら人数が足りないところには店側に少しお願いをするとか、お願い聞いてもらえないところは場所を移動してもらうとか、そういう細かい調整をねやって、少しでも待機列を減らす、あるいは待機しててもいいかなって思わせる雰囲気、周りの雰囲気をね、作るって、そこはこれから今方策を作っていくところなんですけど、先ほど申し上げたようにですね、想定を、私の想定を超えて、やっぱりこの人足でこれだけの管理業務をやるのはちょっと遅れちゃうんだなっていうのが出てて、まだ進んでない。逆に言うと皆様方の声を吸い上げられる状態に今あるので、もうせよっていう段階じゃないのでですね、それもじゃあ頭の中にちゃんと入れた上で、改善をしていくというふうにしたいと思います。毎年買っている、選手名鑑ですね、まだ
出版されてませんけども、あれの1ページあたりの単価を上げてほしいと、多分語られ、J3 は2ページだけなんですよ。J3 は4ページになるということで、それをお願いしたんで、これは継続でお願いしたいということですね。それともう一つですけども、去年チケット価格で障害者対応についてご質問したんですけども、その時の答えが検討したことがないから今年は検討しますっていうふうなお答えをこの場でいただいたんですけども、今年まだチケット価格について出てないんで分からないんですけども、どういうふうな検討なさって対応について、これは必ずしも障害者対応できて安くしろっていうふうな意見じゃなくて、それなりにきちっとやってるところもあるんで、やらないでどういう検討したかっていうことを教えていただきたいということ、ちょっと長くなって申し訳ないんですけども、クロエスの感染席なんですけども、場所がですね、果たして見やすいのかどうかということですね。私いろんなスタジアムとか体育館行くんですけども、クロエスの人が見るところはもう少し見やすいところに設置してある場所が結構あったと思うんです。検査はただでさえピッチから遠いのに、クロエスの人の場所があそこでいいのか。ただ、これを言うと、あまり申し込んでくる人がいないっていうことと、構造上難しいんだっていうふうな答えが来ることは予想されるんですけども、それについての、あれは県層は県の持ち物なんで、少し改装とかそういうようなことについての提案とかなされたことがあるのかなということですね。今年は障害者について、結構社長もおっしゃってたんで、例えば年に1回障害者の日を見たいものを作ってですね、障害者の方を真ん中の方の席で見ていただくとか、それから車椅子の人を、いつもスポンサーの方が食事しながら応援しているような席で、年に1回ぐらいあそこエレベーターありますから、あそこで見ていただくとか、そうすれば車椅子の人ももっと見やすくなるのかなと思ったんで、その点ちょっとお願いいたします。最後のやつはそのまま、もし事業部は検討してないんだったらそのままいただきますよ。私が業務命令出しますから。そういうことなんです。そういう具体的にね、こういうことをやれっていうことがあまり私の耳にまだ入ってこない段階なので、2つはいただきますよ。VIP 席で障害者の方々、障害者っていうかね、ハンデ持った方々に見てもらうっていう、そういうのはあります。あと場所でいいのかって、NHK のテレビでね、これじゃあ大型スクリーン見れねえじゃねえかって言われてるのにね、はあそうですかってずっとそのまま来ちゃって、カタールお前ちゃんとやってんのかよって言われても仕方ないと思いますよね。で、それも今言った方策の分解の中に入れて、ちゃんと取締役会でもコミットしてね、あんた方 VIP 席に置いてくれと、この試合は。そういうことを言わなきゃいけないので、やらせていただきます。あと去年のサポーターカンファレンスですか、私出てなかったので選手メーカーの話はちょっと聞いてないんですけども、それから、もう一つなんだっけ、チケット障害者がね、それはどうなってるのかっていうのはどうなってるの、事業部長の津川です。今期方針に掲げております通り、障害等をお持ちの方、ハンディキャップをお持ちの方に関して今順次検討を進めている段階です。昨シーズン、2021シーズンの取り組みとしましては、実際今社長も触れましたが、 NHK さんですとかでご来場いただいたタイミングでですね、いくつかの施設の方にご協力をいただいて、検査を実際に来ていただいてどういうふうな感想を持たれるのか、ビジョンが見えないですとか、あそこ実はもう屋根がなかったりとか、っていうところがありますので、そういうお声をいただいて、県層のこう設備側の所長さん、あと片部側で、課題を共有したというところで、今の段階では止まっております。はい。で、今期に関しましては会社方針に入っておりますし、今社長が約束したこともございますし、検討課題ということで、しっかり形にをするということを考えております。
ただごめんなさい、いつまでにっていうところがちょっとまだ具体的には見えませんが、春の早い段階で、まあ、しっかり形にして、まあ、まあ役員会等を通して、まあ、その後皆様にお知らせをするという形にしたいなというふうに思っております。左田の社長にご質問があります。胸スポンサーについて、ね、のまあ、広報に関する、ご質問になりますが、まあ、ユニフォームの、発表があった時に胸スポンサーがないということが分かりまして、まあ、ちょっとびっくりしたということもあったんですけども、その時に、まあ、左友さんが過去に湘南ベルマーレで、やられた時にメディアですかね、胸スポンサーがないですよっていうのをメディアに取り上げていただいて、まあ、実際にそれを選手がゴール決めて、たまたま BS か何かを見てらっしゃったどっか某企業の社長さんが、まあ、いいじゃないかっていうので決められたっていう経緯を新聞の記事で拝見いたしました。で、まあ、今カダーレの記事最近見てますけれども、まあ、ワントヤマンが、まあ、メインとなってまして、なかなかその胸スポンサーがないよっていうことに関する案内ですとか、まあ、記事っていうのが散見されないなっていうのがちょっと気になっています。まあ、今後どうされるかわからないんですけれども、まあ、開幕までもあと1ヶ月ほどになるかなと思いますので、そこの展開はどうなのか教えていただけますでしょうか。本来、メディアさん使って法人っていうのはね、こういうさっき言ったワントヤマみたいにね、県民クラブとしてのプライドがね、見え隠れできるようなものをちゃんと訴えて、それで、トップチームを上に上げてみんなに喜んでもらう、障害を持っている方々やスタジアムに来れない高齢の方々にね、このお金でもっとご満足のいくね日々を送っていただくって、そういうものはね、どんどんメディアに出しますけど、一法人の商談で、に最終的になるものをね、新聞で胸スポンサー募集中です、カタールこういうクラブですっていうのはあまり、最初からやらないように、むしろ、ちゃんと候補をね、決めて、ロビー外交をきちんとして、それは皆さん方知らない、メディアが取り扱わなければわからないと思うんですけども、そういう中でね、ちゃんと社長さんに提案をして、その会社にふさわしいカスタマイズしたアクティベーションを出してみて、それをご評価いただいてっていうのを何社も何社も繰り返してやっていく筋合いのものがスポンサー営業だと思ってるんですね。それが会社として実力をつけていくステップになっていくんですね。で、今はそういうやり方でですね、ここの胸をのスポンサー候補さんと商談をというか交渉をやっています。で、皆さんの力が必要になる時が必ず来ます。もうあと一押しの時にゴール裏のゲーフラにその会社の名前こっち来てねみたいなのが出てくるかもしれないですけど、それはあくまでもね、いや一番本当はそれが刺さるんですけど、それ最初からやったら営業力育たないですよ。なので今はちゃんと先行して商談をやってるところです。僕も当然その中には入ってます。で、胸が間に合うか間に合わないかっていうことなんですけども、聞くところによれば、私も湘南で何回も経験してますけど、胸なしで1年過ごした2年過ごしたっていうのをね、つけようと思ったらつけられますよ。この金額でやってくれるんだったらやってもいいっていう言いますよ。ただね、 J2J1 狙わなきゃいけないクラブがそこに胸って言ったらトップスポンサーですからね、そこの金額にはある程度こだわりを持たないと、将来的には中長期に見ていった時には会社でかくならないです、チーム強くならないです、それからカタールのブランド力上がっていかないです。だからそこはある程度の金額っていうのは視野に入れて商談しようとすると、残念ながらトレーニングウェアの背
中に流れたとかね、パンツに流れたとかね、出てくるかもしれないので胸がない可能性もあると思います。ただ なかったらないでどうなのと、あの1年中商談やりますんでね、カターレにふさわしい、将来 J2、J1 を上がるにふさわしい法人さん、思いとね、財力を持った法人さんが開幕の3月、ホーム開幕の3月下旬までに間に合わないから、どっかとやるっていうつもりは100、もう1ミリもないので、それじゃ戦いにならないんでですね、そういう商談をやっています。販売について2点お伺いしたことあるんですけど、先ほど、グッズ売上伸ばしていくのが課題というふうにおっしゃってたんですけど、ユニフォームとかトレーニングウェアっていう記載があったの以外に、どういう施策で伸ばしていこうと思っているのかっていうのが一つと、もう一つは、現状のそのグッズの問題点というか、抱えている課題、今、グッズ販売において足りてない部分って、僕たちはそう思っているところがあるんですけど、クラブとしてどういうふうに捉えているかなっていうのがあれば、ちょっとお聞かせいただきたいです。それ、僕たちが思ってるっていうのを教えてください。頭下げるんで。あんまり欲しいものがないんですよ。あれ、欲しいと思ったら買うんですけど、あんまり欲しいものがないなって。それは例えば、クラブ内の企画しているところの問題なのか、一度その発注したり、そのお付き合いしている業者さんとかあると思うんですけど、そういうところの企画の問題、問題って言ったら言い方悪いんですけど、なんていうかその、買いたい人たちのニーズを満たしているのかなっていうところはちょっと疑問に思うところとかもあって、まあその辺ってクラブの中ではどういうふうに捉えてて、今伸ばしていくってところでもちろん課題として捉えられてると思うんですけど、具体的なところをもう少し聞かせていただけたらなと思ってます。高単価商品ってね、ユニフォームとかトレーニングウェアみたいなものが数が出てくと数字って伸びるのと、あと観客の数が増えるとその分自然と数字伸びるっていうのが現象としてはあるんですけど、私そんなの全然信用してなくてですね、やっぱマーケティング、今何が買いたいものがないっておっしゃってましたけど、何が買いたいのっていうのがですね、はっきりマーケで規定されてないんですね、 J リーグってちゃんとしたマーケティングが、僕車の業界から来たんですけども、何を称して買いたいとみんな購買動機っていうんですけど、雪国だから四駆じゃなきゃダメだとか、バッテリーはスバルよりも日産の方がバッテリー容量大きいから北寒冷地市場としてはいいとかね、タイヤのサイズがこれだったら高速で走っても対応が3万キロじゃなくて7万キロまで持つ駆動力持ってるとかね、いろいろそういう分析やるんですよ。でこっち J リーグのサッカービジネスの解体動機っておおむね4つぐらいに分かれていて、1つは俺はカターレが好きだから、カタールクラブが好きだから、クラブを象徴するものがあれば多少格好が悪くても買うよっていう、そういうその特に試合が勝った後に履けるようなグッズってそういうの多いんですね。で、とにかくカターレが大好きなんで、カターレを模したようなグッズっていうのを作りましょうという一つの流れなんですね。で、もう一つはとはいえ1万も2万もするもん買えないよ、ある程度こなれた金額じゃないと嫌だよ。そうすると平均単価っていうのがあって、平均単価で例えば1人570円ぐらいスタジアムに来てお金落としてくれてる、1200円ぐらい落としてくれてって平均単価っていうのがあって、そこの単価に近い金額設定の数字を狙うっていうのは一つある。それからもう一つは、いつもカターレどうせいつも使ってるもんだから、これカターレで作ってくれりゃいいのにな、トイレットペーパー、ティッシュ、バスタオル、フロアマットとかっていう、そういうね、生活商材系のやつ、そういうのが一つ塊としてあって、で最後が自分が大好きなもんにカターレを使ってもらいたいという疑似購入っていうのがあるんですね。赤ちゃんとか孫とか親戚の子供たちとかから
逆におばあちゃん、おじいちゃんとかですね、自分が買ってプレゼントに回してあげる、そういうものがあるんです。こういう4つの流れぐらいっていうのは、マーケの4軸っていうのがあるんですけど、それの軸にカターレの今の商品っていうのは何が入ってるのかっていうのをプロットして、でどこが少ないとかいうのをこう常にこうサンプリングを取りながらね、で業者さんにこういうのを作ってもらえるかっていうのをやるっていう、そういう流れのマーケがあまりちゃんとまだできてないんですよ。でそれはごめんなさい、 J1 のクラブでも全然できてないクラブいっぱいあって、で当たりの発見みたいなマーケをやってるの、未だにこのサッカー業界って、僕車から来たんですけども、全然できてない一番欠点なんですね。だから今言われたことって、感じて買いたいもんがないんだよねって、多分どこのクラブでもネガティブリアクションしてくださいって言うと、その言葉が一番多く出ると思います。だからこう業界全体として考えていかなきゃいけない。でさっき言った3700万を6600万まで予算上げたっていうのは、ちゃんとマーケをやってね、企画した商品で売り込んでいけば皆さん方財布の紐を上げてくれるんではないかなっていう期待感を持っている、そういうふうに思っています。なので今のご質問はごもっともだと思うし、私なりの今思っている考えや物販に関するサッカー業界の感性の低さっていう、まあ今だいぶ変わってきましたけど、それの被害者に皆さんがならないように、カターレ富山ではきちんとしたグッズ企画と販売をやっていきたいと思います。